こんにちは、P です。ホグワーツレガシー人間関係クエストナティ編の8話目です。ハーローの最後の抵抗です。はい、ではね、お話です。今度こそハーローに引導を渡そう。そっちはどう？ビクル夫人からフクロウが来たんだ。ハーローの件で進展があるかどうか気になるみたい。マナー岬にいる友達から証拠が手に入るかもって。でも関わるなと言ってたよね。割と強めに。確かにね。ハーローは私たちがアーチーやレイブさんを助けたことを知ってる。手紙の主は夫人じゃなさそうだね。うん、違うと思う。ハーローは待ち伏せするつもりだね。今度はこっちが有利だ。準備できるしね。私たちはハーローより強いし、向こうも分かってる。だからこんな卑怯な手を使うんだよ。行こう。そうだね。終わらせに行こう。よし。ハーローの支配もここまでだ。はい、クエスト開始です。シンガー巡査に計画を知らせた方が良さそう。ビクルさんからもらった手がかりを追ってるってことは、もうフクロウで連絡してあるんだ。お母さんにバレちゃうんじゃない？伝わるだろうね。でも別に隠すのは疲れたし、アッシュワインダーズの危険がある限り私も安全じゃないってことを分かってもらわないと。私は最後まで追いかける。それは母さんも分かってると思う。君もね。もちろん。注意して。ハーローはこの辺りにいるはずだから。近くにいるみたいだよ。彼はどこ？わからない。辺りを調べよう。アッシュワインダーズ、やっぱり。みんなを怖がらせて何様のまね。夏井オナイなら一緒にいるのは仲良しクラスのお友達か。お前たちのおかげで事業に大きな損害が出てしまったああ、褒めてやりたいくらいだよ。ネズミ程度にしか思っていなかったが、今や死活問題だ。幸い問題を解決するのは割と得意でな。はい。あ、これレンダムなんですね。一人だとね、押しっぱなしで平気です。普段はね、ストーリーでのんびり楽しんでます。はい、クエスト完了です。あ、続けてるんですね、これね。はい。泣き編の9話目ですね。これが最後になりますね。泣き編。もう人と会って大丈夫？うん。気分はいいし、友達と会えばもっと良くなると思うよ。分かった。でもお願いだから無理しないでね。分かってるよ。はあ、君に会えて嬉しいよ。元気そうでよかったよ。見た目ほど悪くないよ。ここにいるのは母さんがどうしてもって言うから一応ね。君が無事だって聞いた時はほっとしたよ。ナティのおかげだよ。気分はどう？うん、調子はいまいちかな。でもブレイニーさんは良くなってるって。ナティごめんね。私のせいで怪我させて。違うよ。これは君のせいじゃないから。ハーローが杖を君に向けたのを見た瞬間、自然に体が動いた。なんだか体が勝手にね。君が怪我するのを黙って見てられなかったんだよ。気に病まなくていいってこと？もちろん。君が気にするようなことは何も。あ、そうか。どうして今まで気づかなかったんだろう。父さんは自分で選んだんだ。本能に従って。あの時父さんが犠牲になったのは私のせいじゃなかった。だから今日私が怪我したのも君のせいなんかじゃないよ。ナティの中でお父さんの存在は大きいんだね。そう言ってもらえると嬉しい。その通りならいいんだけど、ちょっといろいろありすぎたかもしれないね。ハーローとルックウッドの残党を倒そうなんてね。でも全部終わった。ルックウッドは死んだし、ハーローはアズカバン行き、残りの奴らは逃走中。下っ端の中にはこの辺に残って無駄な戦いをする奴もいるだろうけど、ルックウッドの組織は終わったんだ。ナティのおかげでまずは一安心だね。ありがとう。でも2人で最強のチームだよ。君は旅の仲間として私のホグワーツでの生活を想像以上に豊かなものにしてくれた。ありがとう。この友情は私の人生でとびきり大切なものになる。会いに来てくれてありがとう。いつでも大歓迎だよ。はい、クエスト完了です。すごくね、セリフがさすがだなって思うね。うん、いいお話でした。これでね、ナッティ編は終わりです。はい。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。なです。バイバーイ。